戦国玉チャンネル。皆さんこんにちは。戦国ビジネス歴18年、戦国玉の鈴木です。この動画は大河ドラマをより一層楽しむために、ちょっと気になる予備知識などをゆるっとお届けするコーナーです。本日はですね、鳥居元忠の話をいきたいと思います。鳥居元忠、家康が幼少の頃より付き従った忠義の塊みたいな人ですよね。まあ、家康よりも3歳年上っていうふうに伝わってまして、大河ドラマではどうでしょう、ちょっとそうも見えない感じですけれども、一応3歳年上ということです。その元忠が伏見城の戦いで家康から捨て駒になれ命じられます。まあ戦国武将ですね、いろんな死に様がありますが、元忠は江戸時代を通じて武士の鏡と言われた死に方をしています。一体元忠に何があったんでしょうか。鳥居元忠は非常に武勇に優れていたため、数々の戦いに参戦しています。姉川の合戦、三方ヶ原合戦、長篠合戦、高天神城の戦い、黒駒の戦い、これはまあ天正神武の乱ですよね。そして上田合戦、第一次上田合戦の方ですね、小田原征伐、岩槻城攻めになるんですかね。そして元忠自身が最後を迎える伏見城の戦いです。全て有名な戦いなんですよね。まあ、鳥居元忠っていうのはご存知の通り筋金入りの三河武士っていうふうに言われてますけれども、まあ、犬のような忠誠とも言われたね元忠、いくつかの逸話が残ってます。紹介しますとですね、幼い頃家康がモズ、鳥ですよね、これを鷹に見立てて遊んでました。近習の元忠にもですね、同じようにせよと命じます。しかし元忠は内心、鷹匠の真似事などできるかとモズをいい加減に扱ってました。すると激怒した家康が元忠を縁側から蹴落とします。家康もまあまあこう、なんていうんですかね、若い頃はね、こう先立ってたっていうかね、我慢ができなかった人なんですよね。そして周囲の者たちが慌てて家康をいさめようとしますが、父の忠義はさすがは若、誠の主にございますと家康を褒め、元忠には指名に従わぬとはもってのほかと叱りつけたと言います。まあそういう環境で育った元忠ですね、時は流れ1600年の関ヶ原の前哨戦ですね。家康は会津征伐を掲げ、豊臣恩顧の武将を率いて上杉景勝がいる会津に向かって進軍をします。しかしそうなると必ず挙兵してくるのが石田三成らであろうと読んでました。つまり悪ければですね、会津に行っている間に後ろを襲われてですね、挟み撃ちになってしまうというわけです。そこで家康勝利のためには大義名分を得るため伏見城に兵を置き、西軍にそれを攻めさせる必要があると。家康が率いている武将たちの中には豊臣恩顧の武将がいたわけです。これをですね、そのまま石田三成と戦うっていうふうにいきませんから、そのためにはまずは家康が攻められる必要があるということですね。そしてその伏見城、傭兵に優れなるべく時間を稼ぐっていうことができる人、戦が上手い人ってことですよね。そして最後が大事です。最後まで裏切らないこと。まあ数正のこともありましたけれども、三河武士の中でも本当に最後まで裏切らないっていう風に家康が心から信頼している人っていうのが求められていました。そこで選ばれたのが鳥居元忠なんです。まあ、弱い60を超える元忠ですね。歴戦の猛者ではあるんですけれども、槍働きでは昔のようにはいきません。彼も最後の死に場所っていうのを考えてたんでしょうね。伏見城での別れの杯でこんな話があります。わしは手勢が少なく、ここに残すのは3000余り、苦労をかけるという家康に対して、何をおっしゃいますか、天下太平のため、殿が天下人となるためには多くの家臣が必要です。時期ここは大軍に包囲されましょう。一人でも多くの兵をお連れください。と元忠が答えました。家康は深く感謝し、工事を引き受け、友と別れを告げたと言います。まあ結局、元忠は手勢1800でですね、籠城するということになります。家康が上杉征伐に向かうと、石田三成ら西軍が挙兵。伏見城は瞬く間に囲まれました。西軍は宇喜多秀家、大谷義次、毛利秀元ら4万の大軍ですね。7月18日に始まったこの戦いなんですけれども、実は当初はすぐに落城するんじゃないかと思われてたんですが、鳥居元忠以下の城兵一丸となって戦い続け、なんと13日も持ちこたえるんですよね。
その結果8月1日にやっと落城ということになります。城主の元忠はですね、時の敵軍のですね西川孫一こと鈴木重友に一騎打ちで討ち取られ、主だったものも討ち死にしたというふうに伝わっています。この戦いは影響が大きく、西軍は箕面伊勢制圧が遅れたことで当初想定していた前線を下げる結果となりました。そして運命の9月15日関ヶ原での決戦となり、家康が激戦の末勝利をしました。時は江戸時代、家康の死後元忠の子孫が失態を起こした際も元忠の功績比類なきこととして断絶を逃れたといいます。家康の思いはきっちり受け継がれていたんですよね。前編はこちらで終わり、しかしこの話にはめちゃめちゃ面白い続きがあるんです。気になる後編もぜひお楽しみください。この動画が面白い、いいなと思った方はいいね、チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。